皆さんこんばんは、中村一です。マフィアカリタです。この番組ではスターオーシャンシリーズの最新作、スターオーシャンアナムネスの最新情報を中村雄一とマフィアカリタがご紹介していきます。はい、ということでもうバレンタインが近いんですか。そうですね、バレンタインってね、数あるイベントに比べてもなんか存在感が若干薄めなんで忘れがち。まあ我々は基本受け身のイベントだもんそう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 、我々でアクションを起こすことがめったにないんで、この後紹介しますけど、こういうさ、うん、あのスマートフォンのソーシャルゲーム系だとさ、うん、やっぱりシーズナルイベントがあってさ、うん、バレンタインキャラクターって言うと逆にだから、うん、女の子キャラ中心に追加されることが多いから、ね、どっちかというと男性がお金をまあ払うイベントですのかなバレンタインイコールチョコだった時代は終わったんですよ。バレンタインイコールソシャゲなんですよ、もう今の時代は。ああ、感触あるでしょ女子が意中の男性にチョコを買ったり用意してあげるというよりは、男子が意中のキャラクターに貢ぐと意志を貯めるんすよ。なるほど、きついな感想メール行こうかな